さあ、今回キュープロハイですが、川口の夏といえばやはりこのたたら祭りですよね。ということで、この時間、なのかちゃん呼んでみましょう。なのかちゃん。はーい。たたら祭りの告知に来ました。カメラさん、もうちょっとあれですね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。スタジオに来てないから吉原さん怒ってました。はい、ということで、告知のちょっと待って待って、リアルないね。ちょっと待って待って、いらしております。また今日もちょっと何かが見える、何か下の方に満月が見えるんですけど。あ、見えてますか。はい、月がちょっと見えてますか。見えてますよ。猫、猫ってか猫、これ猫に今注目が。猫なんですか。猫です。猫さん、かわいい猫ですね。かわいい猫さんが、はい、ちょっとだけ見えてるんだけど、はい、いきます。さあ、なんかちょっと注目山際さんでいいんですか。はい、そうです、僕です。はい、山際です。はい、お願いします。その後ろにいるのも。そうですね。普段はね、見たことありますけど。ありますけれども。はい、では、たたら祭りの、はい、はい、告知ということで。そうですね、はい、はい、昨日に続いてやってきました。はい、どのようなお知らせなんでしょうか。まあ、昨日もちょっと言ったんですけど、タンデムの、はい、お知らせで、昨日は競争車の方で、今日走路回るってことだったんですけど、はい、もうそれ以外に、レジェンドレーサーの篠崎選手と金子選手がハーレーとサイドカーで、はい、走路を回ってくれるってことで、で、もれなくこの猫さん、猫さんです、金子選手です。サイドカーを運転してくれる金子さんです。で、乗ってくれたらもれなく、はい、このレジェンドミッキーシール、永井選手戦勝記念シールをプレゼントします。すごい、イエーイ。いいじゃないですか。猫さん盛り上がってます。猫さんも運転してくださるんですもんね。はい、そうです、そうです。はい、その他にもね、いろいろあるということなんですけど、なのかちゃんは、はい、イベントどのようなお手伝いされるんですか。はい、私もあのトークショーとか撮影会とかいろいろお手伝いさせてもらいます。はい、そうなんですね。はい、あ、ということなので皆さんぜひとも、盛り上げていただきたいと思いますね。はい、お待ちしてます。はい、もう目がね、釘付けになってますけれどもね。そう、いっぱいいるの、選手。そうですよね。あ、周りいっぱい。ゴーカートもやってます。もして、あ、ゴーカートね。はい。ゴーカートもあるということで。そうですね、バイク乗れないって、小さいお子さんだったり親子で、はい、ゴーカートを走路一周楽しめるってことで。ゴーカートは親子限定なんですね。はい、親子で、はい。もし子供だけでも、選手の方が、運転しますんで。すごいですよね。はい、選手のどなたかとお子さんが一緒に乗ることもできるってことですね。そうですね。まあ基本親子で来てくれたら本当ソロを楽しめると思うんで。そうですね。はい、お待ちしてます。はい、わかりました。そして何といってもね、オークションも楽しみなんですけれども、はい、なのかちゃんもその時お手伝いしてくださるのかな。はい、はい、ちょっとね、いまいち私はまだ分かってないこともあるんですけど、とりあえずたたら祭りには参加して盛り上げていくぞっていう気持ちだけ。お願いします。そうですよね。ございます。はい。そう、なのかちゃんのトークショーはマス選手とか片野選手とね、そうなんですよ、トークショーを行って、そうそう、さらに写真撮影会もあると。はい、一緒に写真撮影会あるんですね。その時はどんなコスチュームなんですか。ちょっとまだ検討中で。あ、そうなんですか。楽しみにしててください。楽しみにしててくださいね。いや、もう相当楽しみにしてますけど。楽しみにしててください、ね。はい、で、33期のトークショーがあったりとか。そうなんです、予定では。はい、で、チャリティーオークションがあったりとか。チャリティーオークションがあったりとか。はい、ね、そうですね、はい、オークションあります。競争車、目玉商品で競争車1台、うん、まあ、ちょっとエンジンとかかからないようにはなってるんですけども、はい、オリジナル塗装だったり、この選手の塗装にしたいっていうのが、はい、ちょっと別途かかっちゃうんですけども、うん、それ目玉でオークション出しますんで、はい、ぜひ来てください。オークションに関しては、競争車は今もう飾られてるんですよね。そうですね、場内のオートレスミュージアムの方に飾ってありまして、他に勝負服とか貴重なものがたくさん、うん、置いてあるんで、はい、ご覧になってください。そうなんですよ。その勝負服も、はい、額縁に入ってるじゃないですか。後ろに変な格好した栄養キーさん、はい、がですね、変な格好はしてるんですけれども、額縁持って帰れるように段ボールとかすごい一生懸命作ってて、取っ手もつけてて、すごい朝からはい、それ作ってくれてるの見たんですよ。整備よりやってますよ。あ、整備もちろんね。そんなことない。整備やってます、やってます。そうですね。でもそう、その場でね、皆さん持ち帰れるように段ボール作ったりだとか、青木選手がすごい今回いっぱいやってくださってて、もちろん選手の皆さんなんですが、本当に皆さん頑張ってます。船尾は何をしてたのかな、今回は。船尾はもう何もしてないんでしょ、多分。正体分かってますか。正体多分誰も分かってないんじゃないですかね。あ、撮っていいの。撮ったね。
衝撃最後になんだ汗だく知ってる森尾じゃないです、そう知ってる森尾じゃないですよ森尾選手はございませんでした森尾選手かと思ってました矢島選手だったんですね矢島さんでしたということで本当皆さんでねイベント盛り上げていただけるということなんですけれどもね、はい、猫さんはずっとそうしゃがんだままだったそう猫さんはいいんですかそのままでレジェンドミッキーさんはいなかったんですかその場にそうそうそうミッキーさんもねそうねちょっと登場待ってたんですけどもはい、はい、あ、あ、出てきました加藤さんですじゃあちょっとだけ待ってください、ねはい、もう少々お待ちいただきたいと思いますけれどもそうですよね今あれですもんね、はい、皆さんちょっとだけお待ちください、ねはいはい、この時間で7レースの締め切りとなりました皆様たくさんのご投票ありがとうございますということで、はい、もう皆さん映るのかなまたそうですねはい、もう一度皆さんをちょっと本当ですか見たいと思います、はい、はい、最後にじゃーんタタラ祭りお待ちしてますカレコ選手もありがとうございました本当にありがとうございましたはい皆さんもいただきいや昨日よりもさらに、うん、大変なことになってましたけどもねでもこのノリで奈々さんの、ねはい、水着をもっと聞こえなかったところだったと思うんですけど私はもうちょっと、ね、見たかったところなんですけれど も, も、ね、まあたたら祭りのね、告知ということでいやでも本当いろんな楽しみな出し物とかねイベントがあるようなので、はい、たたら祭りぜひ皆さんご期待いただきたいと思います選手の皆さんも準備本当に頑張ってますからねご期待ください